こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。今日は、アルドンさんから紹介していただいたフリーパワーですね、の感想をご紹介したいと思います。まずアルドンさんも言ってますけれども、ママチャリが生まれ変わりました。軽い坂道は電動自転車ほどではありませんが、立ちこぎせずに楽に登れます。確かにそうでした。でまずとりあえず自転車の種類なんですけど、私が、これこの間皆さんに紹介したあのノーパンクタイヤの自転車なんですけどね、これどっかにもうちょっと下か、注文今在庫があるないっていうのが結構問題になってくるもんですから、これ正午までは当日発送って書いてあって、本当かなと思ってたんですけれども、本当に注文したら次の日に来ました。はい、もう速攻で来ました。で、買いまして、これですね。でそのもう足で来た瞬間に、カゴとかそういうのをつけなきゃ、自分で取り付けなきゃいけなかったので、15分ぐらいかかったんですけど、その取り付けが終わってその足でフリーパワーをつけてもらうようになりました。つけてもらいました。ここにフリーパワーって書いてあるんですけどね。はい。で、まずノーパンクタイヤって私勝手に、ペダル込む時に、重くなるのかなと思ってたんですけれども、フリーパワーに変える前の段階でちょっと乗ったらそんなことなかったです。うん。ですからまあ基本これでこの自転車は OK かなと。いう気はしてるんですけどね。で、もともと乗っていたのが5、6年前のダホンという自転車なんです。でこれもこのフリーパワーってか、まあ小さくて見えませんけれども変えてもらいました。でこれギアがなんかもともとのやつと合わなかったので、工賃がこっち側の方が確か2000円ぐらい余分にかかったのかな。うん、そんなことになりました。でこっちはノーパンクタイヤではないので、パンク修理セットをとりあえず2セット買っておいて、何かあったらそれでしのごうかなと思ってます。でとりあえず、まだこっち側の自転車では坂を試してないんですよ。雨降っちゃったりしたもんですから。でこちら側のタイプで、試しました。ただ今思ってることは普段のところを普通の坂とかないところを、こっちの自転車で乗った時とこっち側のノーパンクタイヤの自転車で乗った時の感覚がこっちの方がスムーズなんですよ。なんでなんですかね。そこら辺はよくわかんないんですけど、はい。だからでも、坂を試したのはこっちなんですね。で、その坂っていうのがちょっとなんとなくぐらいしか分かんないと思うんですが、うちは坂の、入り口のところに家が建ってるんです。なのでこの角度ですよね、こういう角度でなんとなく分かると思うんですけど、多分100メートルぐらいかけて10メートルぐらい登ってるんですよ。でそういう坂なんですけど、今まではここ自転車で行くとここら辺でもう頑張らないと登れなかったんですが、こっち側のダホンの方でのフリーパワーを装着車自転車で、登ったところ、一番重いギアで普通に登れました。で、この坂の頂上をこっち側に右に降りていく道があるんですけれども、これがこっち側の坂が例えば100メートルぐらいあるとで、登ってるとするとこっちはね30メートルぐらいで登りきらなきゃいけないんですよ。だから本当に急なんですね。で最後のところなんかここ本当に急なんですけど、ここまでは大丈夫だったんですが、残念ながらここは、自転車から降りました。一番重いギアだと。もちろん今までも軽いギアにすればまあえっちらこでなんとか登れていた坂なので、軽いやつにすればもうで試せばここももうちょっと楽に登れたのかもしれないんですが、まあ、なんか最近一日の中で雨降ってきちゃうじゃないですか。でこの日もなんかそれでもう一回試して軽いギアで試してみようかなと思ったところで雨が降ってきてしまったので、やってないんですけれども、
とりあえず、なんかこのフリーパワーのレビューですよね、まあ乗った方の感想の一部で、アシスト力を感じないとかっていう書き込みをしている方が散見されてますけれども、おそらくなんですけど、その人たちは、まあ、私がこの坂を登れたという、まあ、こっち側ですけどね、そのまま登れたという事実をこう前提にすると、アシスト力はしっかりあると。で、普段の道でそれを、感じていないという方は、フリーパワーのアシスト力をちゃんと感じることができないぐらいに筋力が弱い人であるという方、結論に達しました。で、まあもうそうだな、私もね、こっちは普段の道走っててもすごくサクサク動くなっていう印象があるんですよ。でこっち側は、今普段の道、なんていうの、平坦な道、平坦な道でのアシスト力をさほど感じないので、まあ私も筋力不足なんだろうなと。でも先ほど申し上げた通り、この坂を、しっかり登れているという事実があるので、まあまだ時間はありますのでね、今からこの自転車に乗った時に、まあある程度の長距離乗るようなこともね、状況次第で出てくるんだと思うので、まあそういった時にそれが楽に乗れるぐらいにちょっと体の方も鍛えなきゃいけないなというのが、まあ本当結論です。で、イメージがちょっとできないんですけれども、多分ガソリン高の話も含めてなんですが、なんか電気やっぱりダメになるのかなっていう気はしてきちゃってるところがあるんですよね。うん、なんていうんですか、輸出入というものが止まる可能性があるわけじゃないですか。まあそういった時にガソリンのこと問題も出てきますので、なんか無理やりフリーエネルギーというものに変わっていく過程で、電気とかね、ガソリンとかそういう類のものにも影響が出てしまうのではないのかなっていう、なんか漠然とした想定ですけれどもね、そんな気がしてますので、まあ今までみたいにね、全て、その機械に頼るような、まあ田舎、私たちも田舎なので、自宅から会社までってたった600メートルしかないんですけど、もうめんどくさきゃ車で行っちゃうんですよね。うん、でそういう生活をやめていかなければいけない。まあ自分の足を使って動くようにして、これをまあいい機会と捉えて、自分の体力不足もなんとか解消していくという、ことも必要なのではないかと、つくづく、このフリーパワーのに変えてみて思いました。まあだからつける意味は絶対あると思います。絶対あると思うけれども、先ほど申し上げた通り、筋力が足りなければアシスト力を感じることができない。でおそらく悪い書き込みをしている人は坂道を試していない。で坂道が前よりも楽に登れるということはアシスト力があるということですから、ただ、普段の道を走っている時にアシスト力を感じないというケースはよほどのことで、よほどの筋力不足ではないのだろうかというのが私の結論ですので、ぜひフリーパワーの試乗して試してみて、そんな感じがしたのならなおさら運動をするようにしましょう。で、小堀谷さん の, レビューなんですけれども、取り掛かる前に試乗させてもらったところ、漕ぎ始めは重いですが、そんなに力を入れなくても早く進めるので出来上がりに期待しましたが、自分の自転車だと試乗した自転車より満足が下がります。
案ました。ただ今までだと10分以上乗っていると疲れたので何もしないよりは全然いいです。まあですからあれですよね、小森谷さんも女性なのでやっぱり大腿筋、太ももの筋肉が痩せちゃってるんでしょうね。でまあ気持ち的にはやっぱり自転車とか毎日20分30分乗ってないと、太ももの筋肉っていうのはそんなに歩いてるだけじゃね、ろくにつきませんので、まあだからこれからやっぱり、運動をしていくしかないですねというのが今回の動画の結論です。はい、でも本当電気自転車だと、バッテリーの問題もありますし、ね、故障した時の修理の問題もありますし、まあそう考えてみるとコスト的にも、このフリーパワーを装着するというのは、まあね、ここには寿命3年とかって書いてありますけど、まあ3年は大丈夫っていうことで4年持つこともあるでしょうし、ね、そう考えれば、まあこの大観覧自体の、前半のね、前半を乗り切ってしまえば、後半はある程度形が出てくるんだと思いますので、そういうふうに割り切って、まあ私はつけることをお勧めしたいと思います。はい、それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。